ね、最初は静かだったお客さんも、終わりにはもう狂喜乱舞という感じですよね。まあ、キム・シモンズ、もともとサボイ・ブラウンというイギリスのバンドでね、活動してたんですけども、まあ、肌に合わないというか、サボイ・ブラウン、メンバー連れてこっそり抜けちゃって、それで、ロッド・プライス、今スライドギターを弾いてた人ですけども、まあ、彼とのコンビネーションが、まあ、非常にうまくいって、で、「ハニー・ハッシュ」とか、今いろんな曲たくさん、フール・フォー・シティとか、まあ、いろんな曲がありますが、アメリカで成功したイギリスのグループの一つですよね。それでは、じゃあオリジナルはどんなやつかなというところで、ロバート・ジョンソンという名前が出るんですけども、ロバート・ジョンソン、本当に名前は非常に知られていますけども、演奏はなかなか聞いたことがないという方もひょっとしているかもしれないので、それでは、もちろん映像はないんですけどね、1920年代ですから、絵があります。スイートホームシカゴのオリジナル、じゃあご覧くださいというか聞いてください。これがまあオリジナルという感じなんですけども、まあね、僕は若い時はね、こういうのを聞いてどこがいいんだかよく分かんない時がまあね、ありましたよ。あ、これがオリジナルだって言われてもね、なんかこうね、枯れてるし、今聞けばまあそういうことはないんですけども、やっぱりエレキギターでバリンってやった方がかっこいいななんて思ったりもしてますけど。あ、そうですか。なんかまだ奥に、あ、ちょっと見づらいかもしれませんけども、席、まあ、うまくやりくりして、まあ、立たないって済む人もいると思いますが、まあ、座るのが嫌だという方は、もちろん立ってても結構なんですけども、立ってみた方がいいっていうね、俺みたいな、すぐに帰れるからっていう、そういう、私もね、よく招待席に座るのが嫌でね、後ろの方に立って、いつでも帰れるぞみたいな、オアシスのライブの時なんかもう一番上の方の人と券買いましたからね。そしたらなんか、前の方の席なのにって女の子に言ったら、女の子に逆に怪しまれちゃって、なんだこの親父はみたいな感じで見られたことありますけども、真ん中の方の招待券だからって言って、俺と伊藤世俗じゃない、あの時は片桐が一緒に行ったんですけど、後ろの方にね、わざわざドアに一番近い席に変えてもらったんですけど そんなこともありますけど、まあ好きな方、もうちょっとあと時間ありますから、あとトイレなんかも好きなように時に行って構いませんので、別に私が喋ってようがここが鳴ってようが、もうお好きな時に、自分のタイミングで、トイレタイム行ってください。そういう時間特にないので、延々とこれ喋り続けて見続けますから、そういう感じで、あ、そう、ロバート・ジョンソンの話したんだ。ね、まあ彼はデルタ・ブルースから、それから、いわゆるシカゴ・アーバン・ブルースへの、まあ、架け橋の一つですよね。でも、まあ、チャーリー・パットンだとか、サンハウス、それから、もちろん偉大なアーティスト、ライトニー・ホップキンスとかいますけど、まあ、どうなんですかね、まあ、好みの問題なんでしょうけど、みんながみんな、ほとんど、特にエリック・クラプトンは、もう、ね、この人なしには俺の人生もなかったっていうくらいのもんですから、まあ、そこまで思わせる何かが彼にはあるんでしょう。まあ、やたらと、四つ角が出てましたけど、まあ、四つ角のところでね、悪魔に魂を売ったっていう、そういう、都市伝説みたいなことがずっと支えられているので、このクロスロードっていうのも基本的にそういうところから、一応つけてるのと同時に、トラフィックの僕はマークを使わせてもらってるのは、トラフィックのマークのクロスロードは、要するにどっからでも来てどっからでも入れるっていう、要するに出入り自由っていう意味で、そしてみんなで交わろうっていう意味を持ってクロスロードって僕はつけてるんですけども、そういえば「クロスロード」という曲はロバート・ジョンソンの曲でもあります。それではここで、じゃあシカゴの川役の、一番大きな人がマディ・ウォータースでしたよね。ではマディ・ウォータースの有名な「マニッシュ・ボーイ」ご覧ください。まあ、ストーンズもやってますけどね、こちらが
オリジナル。Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. これご紹介したときに、ねボージョリーとのいろいろと、ねまあ、学習が、今に残っていると、要するに、I Want One という曲をボージョリー作って、出して、でもこれはもともと俺の曲じゃないかと、ね歌詞がちょっと違うだけだろ、フジクチマンのコピーみたいなもんじゃないかなってことをマディ・ウォータスが言ったとか言わないとかということで、マディ・ウォータスが答えるようにしてこのマニッシュボーイをすぐに、シングル出したというような話も伝わって、まあ、実際どうだかは分かりませんけれども、まあ、マディはそれほど偉大だったし、また自分にも、ある意味尊大なところはあるんだけれども、でもそれで自信があったし、また実際に、シカゴの音楽シーン、ブルースシーンを、まあ形作っていたのは彼だということは、まあ、これは否定できない事実です。ということで、そういうマディ・ウォータースの影響は今にも続いていてというのが次です。キティ・デイ・ディリス、最近もう話題ですよね。イギリスの、10代の兄弟、男の人が男の子、男の人というかルイスが男の子で、キティとデイジーは女の子、姉妹なんですけども、その3兄弟がお父さんお母さんを連れて一緒に、まあ、バンドをやってるんですけども、そのキーデイ・ディリスが、マディで有名、おなじみ、まあ、いろんな人がやってます、モジョ・ウォーキングをやってる、そこのところをじゃあご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。Thank you.